ダークセイバーです。今回は、勝てると思われてなかった海外 G1 ナンバーワンワに対するみんなの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。多分これだと思う。ハットマン陣営くらいしか本気で勝てると思ってた人間いなかったやろ。なんてったってディスタフだしな。それ以降のダート G1 はでもマルシュはディスタフ勝ったから可能性はゼロじゃないが念頭に来るようになった。のっけから初の海外ダート G1 がブリーダーズカップとか誰が予想できるのか。ダート牝馬のローテにブリーダーズカップが選択肢に入るようになった影響はでかい。レース前の雰囲気も含めてリア対勢の反応が一番気になる。テンペンティが起こったみたいな感覚だったのかな。グリチャが大慌てだったのは覚えてる。リアルタイム映像はなしです。結果は後々お伝えします。とんでもないことが起きました。放送予定変更して急遽レース映像をお届けします。あん時うつらうつらしてたところに大沢アナの慌てぶりから目が覚めた。懐かしい。グリチャでディスタフ勝利の号外発表する前にリアルタイムで結果を見届けてた世界のゴーダが狼狽してた。なおそのせいで喉が枯れて声が出なくなってしまったのでブリーダーズカップターフ調教馬の解説ができなくなってた。ベイダーと事情知らない視聴者でもゴーダさんの反応でああ、これやばいことなんだってなんとなくわかったんじゃないかな。知ってたらで良いんだけど、安城の美味しいマフィンは何かコメントしてた？美味しいマフィー騎手はラブズオンリーユーの海外選手選騎手としてやはり厩舎が、ずっと温めてたんだけど、香港クイーンエリザベス2世カップで香港側が海外ジョッキーの安城を拒否したりして、次のブリーダーズカップでの安城を予定されてたんだけど、今度は川田騎手がブリーダーズカップでの安城に、どうしても乗りたいとやはり氏に頭を下げたので連続で安城を弾かれてしまった。マーフィーはあまりにも悔しかったのでやはり氏と交渉して川田騎手が主戦ジョッキーを、務めていたマルシュロレイヌの安城を託されて勝利をもぎ取った。ラブマルの安城予定が入れ替わってるのもなかなか面白いな。このレースはマーフィーの判断力も異常。今までデルマー競馬場で乗ったことがないから隣のオルティスが騎乗するダンバーロードをマークして、向こう上面で判断でもたもたする余地がないから早仕掛けこの際ダンバーロードが蓋されて仕掛けが遅れ倒し切るって。Y の判断より経験で勝る米国の一流ジョッキー信じた方がええな。せや、後ろぴったりついて向こうが仕掛けたタイミングでこっちも見せ場だけでもいいから作らせたろ。マーフィーが英断すぎるし判断すべてがクリティカルヒットした時マジでノーシルでただろうな。ラブズ、リッパオブリッパ、海外 G1、3勝はマジでヤバい。マルシュロ、メンバーがエグすぎて本当に誇りすぎる血統もめちゃくちゃ最高。ブリーダーズカップ初制覇した2頭がめちゃくちゃ仲良しってのもすごくいい。日本のダート路線を世界志向に変えた決定的勝利。なんといっても牝馬でブリーダーズカップでダートでメンツ鬼の中勝つなんて日本人は想像してなかったからね。実質世界一の繁殖牝馬選定レースみたいなもんだからなこれ。競泳マーチ品系なのが熱すぎる。SS× 目白 ×競泳マーチだからガチで血統ロマンありすぎる。ありがとうオルフェ。実力的にはジャイアントアクセットという実況コメントがとてもとても正しい。でも、日本競馬に与えた影響力は甚大だった。マーフィーが日本競馬に興味を持ったきっかけがオルフェとエキファで、オルフェ3区にまたがって大仕事ってできすぎだよな。マルシュロレイヌ本場の活躍はもちろんだが、白地からをはじめとした北米ダート G1 に挑んできた。63年に及ぶ積み重ねを再認識させてくれたのには感謝や。注目度の高いブリーダーズカップってのが改めてすごいなぁ。マジでわけわかんなかった。翌年ここのメンバーが強い競馬してたのも特に。マルシュは運勝ちと言われてもまあハイと頷けるくらいにはメンツ揃ってるからね。伏兵の妙ではあったけどあのハイペースでコーナー回って前出れるだけでも夢を見れたって言えるのに、そのまま行っちゃうんだから大したもんだというかどういうことだ？ってなるわけで。この辺りまではオールウェザーとダートを混同してる人とかも多かったし、両芝とは芝の違いを細かく語れるのに、砂で勝てない馬が土で通用するかよみたいな風潮もあった。いろいろとガラリと変わったのは感じる。ブリーダーズカップディスタフに出るって知らされてからすごいワクワクしてた。日本のダート牝馬で間違いなく最強格のマルシュがどれだけ勝負できるか楽しみだった。普通にいい勝負すると信じてた。勝った。勝てると思わなかったというかそもそもこのレースの存在自体知らなかったわ。なんだかんだでウシュバもパンサも信じられてなかったと思うけど、本家ベイダ G1 取れるとは思う人いなすぎて放映権すら取らなかったからな。
マルシュに関しては国内の牝馬の中でも一番強いわけじゃなかったからそら期待されない。今思えばテオレイマもレースレコード出してたりで強かったから、仕方ないっていうかそいつも遠征してたらどうだったんだろとまで思えるけど。少なくとも5歳の時は普通に国内牝馬で一番と思われてただろ。前年の JBC レディスを勝ってないのはそうだがあの時点でマルシュが国内牝馬でもナンバーワンじゃなかったっていうのは、もともと路線に興味なくて後から馬中だけ見た人間の視点だわ。やはりは持論であると前置きを入れつつも、レース前の時点でマルシュロレイヌならアメリカの土ダートに通用すると言ってたからある程度筋は見えてはいたんだよな。牝馬限定 G1 が1個しかないしコースも年によって変わるからなかなかな。唯一3着に負けた牝限レースで勝ち馬は引退して2着の馬にはその後連勝してリベンジはしてるからな。国内最強格じゃなかったわ当時この路線見てませんって言ってるようなもん。ダート牝馬路線とかマジで注目度低かったからな。最近はダート自体が注目され始めてるから牝馬でもよく名前が上がるようになってきた気がする。ほんの10年ちょい前に JBC レディスができてくらいなんでそれまでは G1 取りたいなら5馬と戦うしかなかったわけよ。レトルースカなどの複数の有力馬が暴走したがようなラップ刻んで沈んだとはいえ同じく展開向いたのもいた中で直線入り口で先頭に立ってよく最後まで粘ってくれたよ。状況に関わった人たちの努力が最高の形で報われた瞬間だっただろうな。ドバイはともかくアメリカダート挑戦ってマジで結果出てなかったからね。マルシュロレイヌは当時国内ダート牝馬筆頭だったのは間違いないけど絶対王者ってほどでもないし当時のダート牝馬のレベルが高く見られてるわけでもなかったからな。マルシュロレイヌ、こいつのブリーダーズカップここから土ダートのコツ掴んだ感があるよね。一気に流れ変わったよね。あまりにも戦場が違いすぎるって空気からあれ届くってなったのは感じる。矢作先生には何が見えてたんだよ。未来。グランプリボスの時は見えてませんでしたよね。未来史は修行しなきゃ磨かれないから仕方ないね。そのマルシュは多分サウジの馬場が合ってないも芝組が挑戦しないとわからなかったことで。芝組のダート挑戦はおそらくマルシュの影響あってこそだから歴史って積み重ねだよね。一緒にアメリカ行けるラブズオンリーユーが同じ矢作厩舎にいたのも大きいわ。実際マルシュとハットマンの功績はでかいよな。ハットマン、あんた何で10回も調教師試験落ちたんだ？関わっちゃいけない人殴っちゃったからしょうがないね。ずっと筆記で落ちてる金沢の騎手と似たようなもんよ。金沢の彼は岩礁風も開けずに突き返されたんだよな。陸上競技での10秒の壁とかアイススケートの4回転半とか誰かが突破すると他の人も続いてくる。そういうのをマルシュに感じる。最初に海外ダート G1 の壁にマルシュが穴を開けて同じ矢作先生のところのパンサラッサとオルフェサンクの牛馬が通ってきた。これからももっと来る。土ダートの攻略法がずっと解明されてなかった中で、最適解かはわからんけどとりあえず正解が出たってことが本当に大きい。あの時の花差数センチで日本の競馬史が変わったと言っても過言ではない。はず。マルシュの勝利は世間的にも今一つピンときてなかった扱いだったけど、やっぱり関係者はその重大さを的確に認識してたな。それにしたってオルフェのダート代わりだけじゃなく、ダート全体がこれほど成果を出し始めるとは見抜けなかった。この李白の目をもってしても、いきなりマルシュが取っちゃったもんでどれだけブリーダーズカップが雲の上だったかがまるで伝わんなかったな当時は。ラブズのレースは放送しておきながらマルシュのレースはなしなんていうことやって勝った後もしゃあないって納得されるレベルだった。ブリーダーズカップは凱旋門賞より遠い夢だったのがマルシュが勝ったことで急にあれ？クラシックも手が届く距離に来てる？ってなったよな。申し訳ないが完全にノーマークだった。ブリーダーズカップディスタ走るまで誰しもがラブズの免許や要因だと思ってたのは事実。ブリーダーズカップディスタフというかアメリカダートってどう考えても世界最高峰。陣営以外は帯同馬と思ってて、ファンでも仲良しだね、元気で帰ってきてね、くらいの感覚だったのが勝つのってもう敗になるわ。